新年明けましておめでとうございます。日本撮りテナハザアイムゲーめでたいめでたい明けおめ日本撮りです。はい、年末動画と服装全く同じでお送りしております。アイムカ初詣どこ行ったんですか。佐藤さん、やりよるっすね。はいはい、でもリアルにアイムカ初詣とか行くんですか。リアルに、リアルに僕本当初詣に行きたいっていうよりは屋台あるとこに行きたいっていう。お前行ったもんね、アイム君と屋台。僕ああいうのが好きなんですよ、屋台。え、何が好きだ。雰囲気。雰囲気好きなんですよね、僕あの屋台の。例えば歩夢くんとあの盆踊り行ったじゃないですか、前楽しそうだったもん。俺本当に好きなのね、ああいうの方が本領発揮できるんですよ。歩夢くんあれだ、港区の高級レストランでしっぽりするよりもああいうとこ一緒に行ってわちゃわちゃやる方が好きなんですね。あのね、焼きそば作ってる人の汗がめっちゃ。あの焼きそば美味しそうっすよ。焼いてる人がなんかうまそうっすもん。焼いてる人すげえ嫌だ。焼いてるやつすげえ嫌だよ。そういうこと言わないけど、一生懸命 あんなに汗かいて頑張ってる。いやすげえ嫌だ。垂れてないですか。大丈夫ですか汗。いや、はい、確実に入ってます。え、鳥の市とかは行くの。僕一回も行ってないですもん。あ、何年も行ってないです。じゃあもうあの今年は鳥の市行きません。ロケ鳥の市っていつ。11月ですよ。いいっすね。え、でも佐藤さん、一個ちょっと言いたいことがあって。はい、どうぞどうぞ。鳥の市、はい、え、花園神社っすよね。はい、なんか嫌じゃないですか。宗教上入れない。いや違う違う、俺別にないですよ、タトゥー入っちゃいけないとか。あー、なるほどなるほど。え、何が嫌なんですか。なんか花園神社ってホスト夜食しかいないじゃないですか。いや、だからいいんじゃないですか。だから撮影で行くから。鳥の市ってぶっちゃけ水商売のなんかステータスじゃないですか。鳥の市に一緒に行こうって言われた女の子は本当に大事にされてるみたいだって。誰に見られてもみたいな。ああ、まあ確かに確かに確かに。え、あれで実家は帰らないの。青森。僕実家は千葉なんで、生まれたのは青森なんですけど。 あそうっす。そうだ、言ってたわ。そうです。え、千葉のどこなの。僕千葉の千葉市です。真ん中っすもん。千葉中の千葉っす。あ、ポニー千葉。まあ、マザーボックスあるからね。いやいやいや、あの僕の地元の僕があの小学生の時にあったおもちゃ屋さんの名前です。知らないんすよ。え、あのそのポニー千葉。え、でもあのホストってもうずっと仕事で、はい、イベント、それクリスマスとか年末年始なんてめっちゃ忙しいイメージしかないんだけど。めっちゃ忙しいですね。だってお客さんそわそわするんですよ。誰といるんだろう今って。連絡めっちゃ来ないですかね。なんか、まあ、言ってこないけど思ってる子もいますよね、もちろん。大和なでしこ的な。あ、そうそうそう、はいはいはい、空気読んでくれて、はいはい、けど心配してるみたいな。はい、いや、まあ俺は大丈夫っすね。え、あゆむくんじゃあ何、ちょっと連絡は出ないよみたいな感じにしてるんですか。あ、俺はもうずっと連絡するタイプです。えらい、さすが天才ホスト。あゆむくん、ね、え、正月俺もうずっと LINE しますよ。マジで。俺めっちゃ電話しようじゃん、あゆむくんに。じゃあ普通にフルシカス。え、でもなんかあるんですか、正月になんかやるなんかルーティンみたいな。あゆむくん、僕ないです。本当地元のやつと会って飯食って、家でみんなで飯食って、親戚と会ってお年玉親戚の子たちにあげて。あ、ちょっと待って、逃がさない。お年玉はあゆむくんクラスになると一人いくら積んじゃうんですか。これやばいっすよ、はい、小学生は5000円。豪華、豪華ですね。じゃあ俺低いって言われるのかと思った今。いやいやいや、小学生は 2,3,000 でしょ。いくらこいつにあげよっかなみたいな。はい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 、お前最近部活どうだなっつって、はい、頑張ってるっつって、はい、じゃあ1万円あげるっつって。おー、なるほど。結構優しいかもしれないです。でもあゆむくんめっちゃいいお兄ちゃんじゃん。そうっすね。みんな楽しみにしてんじゃん、あゆむくん分の。いやいやいや、どうなんですかね。たかれたかれ、みんな。でもまあ、ほんとめっちゃ楽しみにしてくれてますね。そうだよね、はい、そっか、じゃあ1年に1回ぐらいか。でもそんなのもあゆむくんも忙しいから。まあそうですね。あと餅一生食ってますか。あゆむくん餅好き。餅めっちゃ好きなんですよ。もちもち肌も好き。もちもち肌も好きです。あ、まあ、人って言っちゃダメですけど、はいはいはい、お餅は醤油、海苔、きな粉とか。海苔に醤油っす。
やばいしょ。え、海苔に醤油？醤油の餅に海苔を包むか。醤油をはじめつけて海苔で包むんじゃないの？そうです、そうです。でしょ？なんで海苔に醤油？じゃあ海苔に醤油つけて食べないです別に。え、でもじゃあお餅をいっぱい食べるんだ。僕めっちゃ食うの。1日もう10個とかいっちゃう。余裕でいけますよ。え、マジで？リアルです、リアルです。あとお雑煮一緒食って。一緒？一緒。今食べてないじゃん。え、そうなんだけどね。うん、まあ、例えばお店はいつからもやるんですか？1月5日から。じゃあ4日までお休み。はい。え、でもね、やっぱね、気になると思いますよ、みんな。売れっ子ホストの年末年始って気になるんですかね。でも俺ストーリーに結構乗っけちゃうんで。だってストーリーって嘘じゃん。世の中にはそうしてるやついるけどね。ホスト、あの、長屋、俺みたいな本当のやつもいるんだよ。だから本当に何もない時何もあげないです。そうなんだ。お餅のドアップとかあげれば。怪しいじゃん。その別に良くない背景映してもみたいな。でキャバクラとかは行かないの？ちょっとさ、甘く見ちゃダメっす、はい、俺クラスになるとキャバクラ行ったらバレるっす。あ、そっか。でもそれが好きなやつ無理じゃないですか。え、誰誰だよねって言われてる自分に酔っちゃってるやつ、はいはい、いっぱいいるじゃないですか、はい、俺やっぱもう知り合いがいっぱいいるんで、はい、行かないし、行けないし、来るもん。出ました、カリスマ天才ホストの名言出ました。キャバクラ行くもんじゃない、来るものだ。すっげえ、すっげえの出ましたね、今。行ってるやつ情けないっすよ。まだ女を追ってんの。追われろ追われろと。来るもん。いやー、もうこれ以上出ないんで、今年の抱負を言ってください、最後。この番組おじゃんになるんじゃねえか。いやいや、おじゃんなんだ。マジで今名言、キャバクラは行くもんじゃない、来るものだ。ちょっと行ってきるのなんか手越しみたいなやつやめてくださいね。行ってるやつ情けないっすよ。まだ女を売ってんの。じゃあ僕は今年のね、抱負とかね、なんかこうお願いします的なね。今年の抱負は、はい、8億売りたいです。いや、8億じゃ収まんないんで。え、大谷翔平超え1016億円、うん、10年契約、うん、お願いします。10年契約するのね、トップダンディと。マジきついっしょ。トップダンディさん、安心してください、北条歩はもう移籍しないです。10年契約が今ここで交わされました。じゃあ、でもね、歩くん、今年もね、この番組を頑張っていきましょう。いや、頑張っていきたいですよ、本当に、はい、はい、お願いしますね。今年はなんかいろんなこと挑戦しましょう、マジで、はい、やりましょう。鳥の市は行きましょう、それで。鳥の市行きましょう、はい。じゃあ今年もよろしくお願いします。お願いします。デザインオフゾ、アイムくん、オーケー。